あの大剣の警告でお前の戦いに嘘偽りはなかった。それがなぜだ、なぜ鬼神についた。貴様の目が節穴だっただけよ。俺はずっとお前の寝首を描こうと狙ってたんだぜ。この揺れは巨神の身震いか。そのモナドを奪って俺が英雄になろうと思っていたのよ。それが理由か。そんなくだらない理由でお前はここにいないよ。ふるさと気持ちいいぜ、この体はいいよ。ジャンブル、てめえはまた立つのかよ、この俺の前に。はあ、立つさ。そしてお前の心が汚れ歪んでしまったのなら、それも立つ。このモナドの力で。それがモナドを競い合った者へのせめて無の情け。いるかよ、そんなもん。今までの鬼神兵とは違う。その通りだ。モナドを受け継ぎし者よ、これは資源にして最強の鬼神兵。そう操る我は鬼神界名手、鬼神メイナスの代行者エギル。鬼神界名手、お前が全ての鬼神兵を操っているのか。しかり、巨神の支配から世界を解放するまで我らの戦いは続く。なぜだ、なぜ人間を鬼神兵に封じる。人と人を戦わせて何の意味がある。答える言われなどない。今はこの者を連れ帰らねばなら。フィオルン返せ、フィオルンを返せ。欲しいものがあるなら力を示せ。追ってこい、我らが鬼神界まで。俺も待ってるぜ、ダンブーン。馬か、追うさ、どこまでだって。そうだ、追ってこい、巨神の剣モナドよ。他の地にて迎え撃ってやろう。